ハンダ修芸を四月二十二日から九百四十七年十二月六日は日本の政治家。青森県八戸市の二代目四代目市長。八戸港の集築に尽力した。八戸市では岩岡特兵と並んで名市長と称えられる。参考郡港村に移住した都南藩市の家に生まれる。十六歳から二十歳までの間、郵便局を経営していたおを頼って、 根室に移り住んだ。1894年に地元へ戻った後は、港人城小学校教員を経て、1896年に港村役場に勤め始める。1897年9月神戸で開かれた水産博覧会で漁網の出展に携わったことをきっかけに、長谷川東次郎の影響を受けて、本格的に漁業に携わるようになった。1909年に、 港前浜漁業組合の理事となり、東洋捕鯨ザメ事業所焼き打ち事件への対処を迫られる。1912年に港村村会議員、1915年に三考軍会議員に当選。1927年に青森県議会議員に当選すると、市政志向賛成派である神田は、八戸市政の発足に向けて、市政志向反対派の説得に乗り出した。 八戸市政が敷かれた1930年に八戸市議会議員に当選、同年初代議長に選ばれた。一方で、市政志向により、地域単位の派閥が残り、八戸戦争に発展する結果となった。1929年8月4日に、初代八戸市長の近藤家の辞任に伴い、近藤と市長選で争った。 経験のある神田が二代目八戸市長に就任する。三期務め、八戸港の集築、市営漁市場の開設などに力を注いだ。また、1930年に八戸銀行が強行による休業を余儀なくされた時には自ら銀行の再建に乗り出す。1942年、市長選で山内領に一票差で敗れ退任した。 八戸市で市長在任中に敗れたのは、神田、岩岡、中村拓道、中村俊文の4人である。市長退任後、1943年に、青森県漁業会連合会長、青森県水産食料品、統制組合組合長に就任。1944年に、乱受報奨を授与された。終戦後の1946年に、大八戸建設のために、 を執筆。1947年に急性肺炎で死去した。神田は私生活や政治活動を日記に書き記しており、その一部は八戸地方の郷土市観光物に掲載されている。八戸市の館美公園には、茂雄の銅像が建てられている。藍遣会会員。茂雄は大正時代のサメ浦ラを集築運動に関わっており、 市長就任後も1930年に八の港施設調査会を発足させ、国へ八の港の第二種重要公案指定を働きかけ、1935年に実現した。同時期に八の港の埋め立て工事も行われたが、これは昭和教皇による失業対策の意味もあった。1931年2月3日の 東京日日新聞社主催の座談会において、八のへこ歌のようなものを作って、八のへを紹介したいと茂雄が発言したのがきっかけとなり、八のへこ歌が誕生した。八のへこ歌の制作は、八戸の観光開発の一つとして位置づけられた。また、1937年に、種差し海岸を名称地として指定した。1933年に、 八戸市営業市場を開設させる。施設自体は、青森県と八戸市の間で、賃貸借契約を結んでいったため、市は株式会社八戸王市場との使用契約を結び、契約企業からの使用料を、市から県への使用料に充てる方法を取った。アリス川の宮記念構成資金戦勝録、第8週ハット a b 藍遣い雑誌第51号、ハット a b 大島市引退、後継に、神田純一推挙の意向元実任職員、八戸市出身。デイリー、東北デジタル。デイリー、東北新聞社。2021年8月19日閲覧。AB、神田氏が、出馬表明、大島市後継で、衆院苦行政、政治、選挙、青森ニュースウェブ等々。ウェブ等々。東欧日報社 2021年8月19日閲覧。ありがとうございます。